ドゥアンク・ミザン・ザイナル・アビディン・モスクは、マレーシア、プトラジャヤに所在する、プトラ・モスクに次ぐ主要なモスクである。プトラジャヤ第三地区、パレス・オブ・ジャスティスの向かいに位置している。2004年4月に着工し、2009年8月に完成し、2010年6月11日に、第13代マレーシア国王ミザン・ザイナル・アビディンにより正式に公開された。このモスクは、 プトラジャヤ中心地並びに、第2、第3、第4及び、第18地区で働く、公務員らを含めた約2万4000人の近隣住民のために建設された。このモスクの敷地面積は2 2トル北に、所在するプトラモスクの約2倍である。鉄のモスクは、地域冷房システム、扇風機及び空調システムを有している点に、特色がある。 このモスクはドイツ及び中国から輸入した人工ワイヤーメッシュを用いており、この素材はマドリードのエスタディオサンティアゴベルナベルやパリのフランス国立図書館でも使用されている。正面玄関はガラス繊維補強コンクリートにより補強されている。外装に用いられているガラスの質が高いために遠方から眺めるとモスクの外側は白色に見える。このモスクの入り口は キブラットウォークと呼ばれる13,639平方メートルの広さを有するスカイウォークに接続している。キブラットウォークはアルハンブラの古城の風景になぞらえた作りとなっている。内装はスルスタイで記載されたアンラーフの99の美名により装飾されている。 礼拝堂への入り口はクルアーンの夜の旅のスーラの第80節によって装飾されている。礼拝堂にはドイツから輸入した13メートルの高さのガラスで作られたミフラーブがあり、ミフラーブの右側はメウシのスーラにより、左側はイブラーヒームのスーラにより、それぞれ装飾されている。ミフラーブの壁はこれらのスーラの文字があたかも宙に浮いているかのような、 イリュージョンを作り出すため、光の反射を防ぐように作られている。モスクの屋根の円は40フィートの長さになっており、礼拝堂の外で祈る人々も雨に濡れないようになっている。ありがとうございます。